恐竜のガチャガチャをやってみます。一つ。何でしょうか。黄色いやつはね、何だろう。あ、そのコンドルみたいなやつ。これだね。次はもう一回やってみる。緑です。これでーす。うん、これブロックかな。うん、ブロックだね。今日は変わったカプセルの恐竜のガチャガチャをやってきました。で、早速開けて作ってみます。緑いやつがここにいっぱいありますね。これは胴体かな。ちょっとね、変わったやつあったんだよね。恐竜立体タングラム。では開けたいと思います。これおもちゃもあるんだね。1500円って書いてあるの。好評発売中。それのガチャガチャバージョンなのかな。シール、シールもあるの。本当だね。2人いるのかな。じゃあ黄色のやつか。緑と黄色の目があるね。好きな方貼るんじゃないの多分。ちょっと見せて。いや、好きな方貼っちゃダメだよ。ダメな。緑が同じ方で、黄色は同じ方なんだけど。ちょっと見せて。はい。緑だったから、トリケラトプスだね。4種類。あのかな。貸してくださいん。この前のとこかな。これを分解するんだ。ない時でご飯食べるとこうなります。ご飯ない時角が出てきます。角が出てくる。成長すると、成長すると、あ、角が出てくる。ピーピーピー。お、デメグどうだった。ちょっと簡単だった。ちょっと簡単だった。ちょっぴん、そっちのプテラノドンかの方は比較的作りやすかったかな。こっちの緑の、トリケラトプス、これがちょっと難しかったね。超難しかった。基本的にやっぱりね、文字化けると同じで、ちょっとね触るとポロッと、取れちゃうんで、小さい子の耳はねやっぱちょっと難しい、感じですね。はい。ということで、はい、ノートで超変形、恐竜立体タングラムの、ガシャポンを、作ってみました。ビビビガチャガチャ以上です。おみちよー。